ジョージ・イロカは、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のミネソタ・バイキングスに所属している。ポジションは、ストロング・セーフティ。ボイス州立大学で2008年から2011年まで、プレー、3シーズン先発し231タックル、7インターセプト、1サックを挙げた。1年時の2008年には13試合に出場した。 二年次の2009年には全14試合に先発出場した。三年次の2010年には63タックルにインターセプトを挙げてウェスタンアスレティックカンファレンスのオールチームに、四年次の2011年は57タックルを挙げてマウンテンウエストカンファレンスのオールチームに選ばれた。2012年の NFL ドラフト五順でシンシナティベンガルズに指名された。2013年、 ベンガルズの先発ストロングセーフティとなった。第3週のグリーンベイパッカーズ戦で、ジャーマイケル・フィンリーが脳震盪を起こしたプレーに対して1万5000ドルの罰金を受けた。なお、フィンリーは脳震盪は色化のせいではなく、地面に衝突した衝撃によるものだと語っている。ありがとうございます。